プリンセス・ロイヤル・アン、1950年8月15日帯は、イギリスの王族。プリンセス・ロイヤルの称号を持つ。イギリス女王エリザベス2世とエディンバラ公、フィリップ夫妻の第2子。王位継承順位は、2021年10月現在、ルイーズ・ウィンザーに次いで、第17位。兄は、ウェールズ公、チャールズ。弟は、ヨーク公爵、アンドルー、ウェセックス伯爵。 エドワード。ロンドンのクラレンスハウスで、エディンバラ公爵フィリップと公爵夫人エリザベス王女の長女として生まれ、バッキンガム宮殿において、ヨーク大主教のシリール・ガーベットによって、洗礼を施される。大父母には、ルイス・マウント・バッテンやアリス・オブ・バッテンバーグなどがいる。国王の孫の代における王子、王女の称号は、 男系の孫に限るとした、曽祖,祖父のジョージ5世の1911年の直居状により、アンもそれまでの例に習えば単に儀礼称号のレディオ帯びた、レディアンマウントバッテンと名乗るはずだった。しかし母エリザベス王女は、当時王位の推定相続人であり、しかも近い将来女王になることが確実だったことから、アンの兄チャールズが生まれた直後に、 祖父のジョージ6世は特使によって、エリザベス王女諸世の子女たちには、王子、王女の身分と王室の一員である、殿下の称号が付与されると定めていた。このため案は、生まれながらに、アン・オブ・エリンバラ王女殿下を名乗ることになった。母がイギリス女王となったのは、その2年後のことである。幼少期は、バッキンガム宮殿やケント州の寄宿学校である、ベネンデンスクールで学んだ。 1960年代後半からは、公務もこなすようになった。乗馬を得意としており、21歳の時に、ヨーロッパ馬術選手権大会個人の部で優勝し、1971年の BBC スポーツパーソナリティオブザイヤー賞に選出されることとなる。また、4年後に、西ドイツで行われた、同大会でも、個人、団体の2部門で準優勝という結果を収め、 1976年には、モントリオールオリンピックに、イギリス代表として参加している。ロンドン大学総長、エディンバラ大学総長、ロンドンシティギルド協会代表、ロイヤルソサイティオブ・アーツ代表、ロイヤル・ホロウェイ総長、イギリスオリンピック委員会総裁を務めている。1988年より、国際オリンピック委員会委員を務め、2012年、 ロンドンオリンピックパラリンピック招致に尽力。招致成功後ロンドンオリンピックパラリンピック組織委員会理事も務めた。また200以上のチャリティー活動に関わっており、1970年からセーブ・ザ・チルドレンの会長職にある。アンは1970年にアンドリュー・パーカー・ボールズとの交際が伝えられたが短期間で破局した。その後、1972年の ミュンヘン五輪金メダリストでもあるマーク・フィリップス陸軍少尉との婚約が成立し、1973年11月14日にウェストミンスター寺院で結婚式が取り行われた。二人の間にはピーターとザラの子が生まれている。フィリップスは平民の出身だったが、かつてエリザベス女王の妹マーガレット王女がやはり、 平民のアンソニー・アームストロング・ジョーンズと結婚した際に夫がスノードン伯爵に助舎された先例があることからフィリップスも結婚と同時に助舎されることが予想されていた。しかしアンが将来生まれる子供たちを普通に育てたいと希望したことからフィリップスの助舎はさたやみとなった。その後アンがエリザベス女王にとって初孫となるピーターを出生した際にも 女王からは特にピーターを助釈することが打診されたが、アンはやはりこれを辞退したと伝わる。この結果、ピーターは歴代君主の直系の孫としては約500年ぶりに何の貴族称号も持たない人物となった。夫妻はグロスタシャーのギャットコムパークに今日置いたが、1992年4月23日に離婚した。アンは 離婚から約6ヶ月後の同年12月12日、ティモシー・ローレンス海軍中佐と再婚した。王族の離婚、再婚は一見ではないものの、離婚はもちろんのこと、離婚を経験した人間が再婚することを、さらなるタブーとしたイングランド国教会の保守性により、二度目の結婚式は再婚に、応用なスコットランドの教会で失踪に行われた。アンは代であり、 ローレンスとの間に子供は生まれなかった。アンの離婚問題は、兄のチャールズや、義媒のよく公爵夫人生らの不倫疑惑とともに、イギリスのみならず世界中で連日連夜報道された。激しい王室バッシングに明け暮れた1992年は、年末に、アン、チャールズの母親でもある、エリザベス2世が、今年はひどい年だった。と総括するほどであった。 ローレンスは2007年に海軍中将に進級し、2011年8月に現役を退いた。前部と同じようにローレンスも、アンとの結婚に際して除釈されることはなかったが、2011年6月14日に、ロイヤル・ビクトリア勲章ナイトコマンダーに除せられ、ナイトの称号とサーの継承を許されている。アン自身は、1974年に、ロイヤル・ビクトリア勲章君一等。 1994年にガーター勲章、2000年に死する勲章をそれぞれ授与されている。なお、夫妻揃っての王室行事では、チャールズ王太子夫妻やウィリアム王子夫妻、弟のエセックス博、エドワード王子夫妻より会となるが、女性だけの行事の際には、エリザベス女王の自席に位置する。また、1971年の昭和天皇法栄時には、 君一等法還賞を授与されている、プリンセスロイヤルの紋章、ありがとうございます。